はい、カレデスのハッピーです。毎度どうも。8月になりました。7月の初めに、誕生日がありました。毎度自分の誕生日に、自分で何か、ご褒美的にプレゼント、買ったりとかしています。はい、今年はこれ買いました。カバン、よいしょ。これ、このマークでご存知の人は多いと思います。マンハッタンポーテージ、アメリカの、ニューヨークにあるですね、もうね、確かに今年30周年になるはずなんですけれど、メッセンジャーバッグ、のメーカーですね。メッセンジャーバッグをメインに、始めた、まあもう30年ですから、もう老舗ですね。プロフェッショナルバイクメッセンジャーバッグ、という、それの、L サイズのものを買いました。はい、見てこれ、ほらこんなに大きいんです。すっごい大きいでしょこれ。街もバッチリ大きく撮ってありまして、はい、僕とで、ね、遊んだり会ったりとか、してる人はご存知だと思いますが、いつもですねこの、ミルクベルリンという、ブランドの、バッグ、使っています。これもねすごく気に入って使ってたんですよ。これがね、そうですね、 A4 の、書類なんかがぴったり入って、であとは、MacBook Air とか、そういう、いつも持ち歩くね、最小限の機材がぴったり入るサイズ、すごく気に入って使っています。例えばほらここにね、サイドのところにこのマウント分かりますか、 GoPro のマウントをつけたりとかして、まあこんな感じでね、うん、自分の胸の高さの、ほぼ目線で撮ったりとか、そういう、用途にも使っておる、便利バッグなんですけれど、暑いじゃないですか最近で、まあ仕事絡みで出かけること多いので、着替えを持たないとねいかんわけです。T シャツとか汗かくじゃないで、まあタオルも持つしっていうことで、であとはちょっと取材スタイルが変わったりして機材が増えたりとか、そういうのもありまして、バックパックをね一つ買ったんですけれど、暑いとさ背中ほら蒸れるじゃない、朝もすごくかくし、でやっぱりメッセンジャーが使いやすいなっていうことで、これを選んで買いました。ラージサイズすごく大きいです。これね横幅がね64センチもあるんですよ。なんでミルクベルリンを使ってたかっていうと、あまりカバンって大きくしすぎると余計なものを持って歩くんですね。それが良くないなと思って、ぴったりサイズを選んでたんですけれど、まあなんというか背に腹変えられないんで大きいバッグも一つ持っておくかということで、用途によって使い分けということでこのバッグを、買いました。なかなかいいです。今だとこれいくらぐらいかな、US で120ドル前後、1万1000円とか2000円とかそれくらい前後で多分買えると思います。ラージサイズかなり便利ですよ。さすがにクラシックメッセンジャーと、名前をつけるだけありまして、ここにね、ラインが入ってますけれど、まあ、蛍光と反射と、できるように、安全面で工夫がされています。バックルは2つ、そしてバックルにはですねちゃんとマンハッタンポーテージのですね、ロゴが刻印されているという、まあなかなかこだわった仕様です。裏側、大きなポケットついてます。これ、ここの場、ポケットに雑誌が一冊入っちゃいますね。うん、雑誌をすっぽり、横一で収められるぐらいの大きなサイズ、です。で、持ち手もついてるし。で、ご存知の、ここね、金具、金属でできていて丈夫で、非常に使いやすい。ベルトも太めです。はい。ここね、ここバリバリで止まってるんで、ベルトなどで容積の調整ができます。で、こんな感じで内側ね、ほら、ね、ビニールコーティングをしてある、素材です。PVC っていうんだっけこれ、忘れちゃった。確かそうだと思うんだけど、ですね。でコーティングされた素材作ってあるので、防水、ですね。これはね電子機器を持ち歩く人間には非常にありがたい仕様です。はい。MacBook とかは安全に運べます。で、大きなポケットが、なおかつジッパー付き。大事なものはここに入れて、何かあっても、落とさないで済むという、ような感じですね。気に入ったのがね、中がね、ほとんど仕切りないんですよ。ほとんどっていうか仕切りほぼなしで、ポケットが一つ付くだけ。うん。こっちの方がね、使いやすい、やっぱり。大きなものとか不定形のものを入れるには仕切りがあるよりもない方が全然、楽に収まりますし、自由度が高いです。そういった意味でいろいろ気に入った部分多いですね。何よりも本当に大きくて、丈夫でっていう。
もともとあの、マハタポーテージっていうのは、本当にあの、プロの、あれですね、バイクメッセンジャーの人たちが、使うということで、認知度が上がったという、バッグなんですけれど、ですね、そういった意味で、実用性から言ったら、ね、非常に高いものがあるので、信頼しています。はい。気に入ってます。そういう感じで、ちょっと、カバンのお買い物をしました。これ使って出かけます。じゃあね。